戦いだ。なぜ私が曹操に負けたのか、今も解せぬ。それは大将があんただったから。いや、曹操軍が武装の奇襲に成功したのが大きいね。やはりあの襲撃のせいか。そうでなければ明族の軍が負けるわけがない。そこのお前、私と共に来い。真にあるべき歴史の姿を見せてやろう。前に破壊しておこう。炎章に悟られぬよう近づくぞ。でんで、セイランが敵の奇襲を受けています。何？見張りは何をしていたのだ。セイランを破壊させろ。なら守り抜け。敵将は僕が討ち取りました。敵将は僕が討ち取りました。閉じっちまった。まあやれることはやったな。敵将は僕が討ち取りました。では戦えん。俺は今から曹操に着くぞ。曹操殿、武装は炎章軍の急所、そこを攻めるのが得策かと。お主は元炎章の参謀であったな。よかろう。その言信じるとしよう。共有。裏切った上に情報を漏らしたか。嘘は生命じゃ。何としても死せよ。殿、この顔料にお任せあれ。曹操など軽くひねってみせましょう。炎章軍の紋章顔料が出てきたか。関羽よ、討ち取ってまいれ。拙者は曹操殿に敗れ生かされた。この恩、顔料を打ってお返しいたそう。文鳥が生きていた。炎章殿、文鳥は私が説得すれば矛を収めるはずだ。
撃。敵将を完了、撃ち取ったり。役目は果たしたゆえ、引かせていただく。ユーミよ、カンはお前の義兄弟であろう。なぜ奴は敵となって官僚を撃ったのだ。しかも、お主の出番だ。迂回して、炎将軍の側面を攻め立てよう。はっ、そうはさせません。私が食い止めてみせます。ほう、遠景にはもったいない。知らせるには惜しい。さあさあ進軍だ。いざ、あの地へ。やってみせる。邪魔が入ったものだ。敵将は僕が討ち取りました。の邪魔をするならば消えてもらうぞ。勝負です。
してふさわしき戦ぶりであった。そしてこの軍議で明らかになったな、名族炎本書こそが中原の覇者であると。その通り、さすが印象だな。これで満足して帰ってくれるかな。この軍俺にも参加させろ。強引な人ね。いきなり乱入して、その態度はないと思うけど。申し訳ございません。王政様に悪気はないのです。騎士呂布のご登場ですか。この軍議に波乱を巻き起こしそうですね。過去の戦を再現できると聞いたぞ。俺に可否での屈辱を晴らさせろ。何度やっても結果は同じだ。貴様は父の水攻めの前に敗れ去る。黙れ。曹操は運が良かっただけだ。今の俺に策など通用せん。早く戦わせろ。どうかあなたも私と一緒に。王政様、可否は浸水した。呂布といえど身動きは取れまい。行くぞ縁。あとは武を持って呂布を倒すのみよ。およ、俺たち二人で呂布をぶちのめしてやろうぜ。王政様、まずは私たちを阻む水を止めましょう。早いとこ決着をつけるぜ。ものはこんなとこでとどまる場所じゃないんでな。敵将撃ち取ったぞ。撃ち取ったぞ。
の道は俺が開く。邪魔をするな。敵将見せてやる。討ち取ったぞ。次の手に打つの。園長、よっとく。水面は集中的に攻めるぞ。我らにお任せあれ。必ずや拠点を落としてみせましょう。何じゃ、大船に乗った気で。好き勝手暴れやって。俺様がぶっ飛ばしてやるぜ。その武を見せてやる。We'll be right back.
取ったぞ。しておらん。作戦を変更すると、敵本陣を吸収せよ。みんなで両方ホイス捕らえるのだ。
非道な行いと無茶な采配ゆえです。おのれ小僧が生意気だ。呂布の怠慢とは言わんのか。豚め、俺の目の前でよくもそんなざれ言を。おい、そこの貴様、わしを勝たせろ。失敗したら死刑じゃぞ。と古老館を奪還し立て直せ。
勝っては勝ち目がない。ただし我ら兄弟三体となって戦いましょうぞ。そうだ、俺らが力を当てる。俺なんか楽勝だぜ。敵将討ち取ったぞ。ぶっ飛ばす。
花崗島と花崗園はやめる。一筋縄ではいかん。強いぞ。一匹残らず踏み潰してしまえ。こうなったら奥の手よ。前線に投石者を出せ。炎照明まだ赤か。投石者など潰してしまえ。Yeah!
攻勢に逆戻りか。見よ、高騰の牙。
ました。